どうなりました？しょもさ、こういうとこなんだよな、めんどくせえのガキの。用意しとけよマジで、使えねえな、もうほんとしょうもねえわ、もうちょっともうやめたいねえ、もうちょっともう早くしてマジで、クソ遅えんだけどなあ。てかマジで長えんだけど、ちょっとマジでだるすぎ、ほんとにもうやめよう、もういいわ、ああマジでいい。あなたに勝ってちゃんとした配信者、おお、いいじゃねえか、あ、いい、あー、いいよ、全然やるよ、そんな、そういう風に言ってくれりゃ俺はもう気持ちよくやるよ、いいじゃん、やろう、俺に勝って売名してくれ、それならやる、配信してるなら、あ、VC やる、やりましょう。いや、少年ジャンプ感あっていい、うん、俺こういう流れは好きだわ、うん。いや、ちょっと待って待って待って、あの息抜きにバイ、ちょっとあの途中見てたでしょ俺ね、ちょちょちょ、明日、加速サービスしないといけない、ちょっとね軽く遠出するんだ、うん、軽く遠出するからさ、ちょっと早いんだ明日出るの。早くしろ雑魚とか言わない、俺全然待つよ、アンチじゃなければ。勝ったらみんな、おう、よし、そうしよう。誰が勝ったら全員登録ね、あの協力してくれる人は。さあ入るか、お願いします。あれ待って、聞こえてこない。入ったね、もしもし、入ったよ。みんな勝ったらチャンネル登録よろしくな。何様だおめえは。やっぱり好きになれん、あー、俺もちょっと好きになれんわこいつ。よし、なんでね、やってみなきゃ。お前年いくつ、年いくつ、お前20です、20歳です。あ、大学生、大学生です。よし、はい、やろう。じゃあウィレ好きでちょっと配信メッセージ、どうでもいいから OK 押して、はい、行きまーす、うん、ねえ、ウィレ好きで、ごめん、何、ウィレ好きで前なんかコメントしたときに、うん、俺みたく配信すればなんかついてくるやつもいると思うから。ああ、言ったね、言った言った言った、いけるかなみたいな。ちょっとやってみようかなみたいな。なるほどね。よし。じゃあ俺に勝ったらね、みんなチャンネル登録してやってくれ。よし。してくれ、頼むから。約束だぞ、視聴者。よし。お前。まあいいや。まあいいや。態度悪いけどめっちゃ素直で可愛いってヒカクさんに言われてるよ。25万人の。うお、25万人。強そう。チャンネル登録、あ、何？なんつった？25万人は強そう。強そう。早く OK 押す。ウィレで。は？ウィレで25万人いるの？お前さ。え、何何何？なんか悪いことした？いいや。いいです。何何？はい、早く早くしろ。声ちっちゃい、ごめんごめん。はい、なんでもない。うん、いいやいいや。と声上げるわ。オッケー。よし。さあ、やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、お互い気持ちよくね、やっぱサッカーゲーム。そうだね。うん。煽り煽られってのはね、俺も望んでないんですよ。積極的には。絶対に勝つ。うん、頑張ってくれ。応援してる。来た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 よ。ブロック決めせ。シャー先生。シャー。見たか視聴者。視聴、あ、噛んだ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 。そうだ、練習中で。声決めとか言ってんだよ。まあ、じゃあ出てみろ、これ。いや、気持ちいいな、今の先生は。あれ、メッシさん集中してんな。静かになっちゃったな。どうした、どうした？
よし、じゃあやっていきましょうか。あー、うるさかったもう耳障りこの上なし耳障りこの上なし。今日ごめん、あれだわ、3回目来たわ、今日ガチイライラ今日イライラするな、今日イライラデーだわ、マジで。鬼は外死ねていけねえよ、もう鬼は外デーだわ、マジで。860台でこんな残念なやついるんだ。俺の説立証されてねえじゃん。黒猫以来だわ、860とかバカ高えレートで煽ってくるやつ。あーやべ、あーやられたな。いやうめえわ、あーいや本当に860でなかなか煽ってくるやついねえんだけどな。前半1点返しはちょっととりあえず流れが来そう。あーそれは無理だ。ナイス、オッケー、よし、オッケー。攻撃意識はちょっと際どいな、もうちょい後だな、ちょっと危ない、ここであげるの。いや俺も負けたくねえよこいつに、本当に負けたくないよ。ああいや、そういうのいかん、そういうのはいかんぞ。よし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 、ここで上げだな、ここで上げ。これも決められたらしゃあない。うらあ、やざっすー、あーやざっす、追いついた、オーケー。とりあえず、さてこれ延長設定してるかどうかだな。決める、延長いかずに。あーくそ、ちょっと待って、ちょっと攻撃意識下げとこう、危ない。相手がどう設定してるかだな。さあは、こういうとこ、お前の爪の甘さ。いやお前こういう展開想像しなかったなあ。ほらこの1200人のこうモヤモヤ。いやーちょっと待って、俺マジで明日ちょっと長距離運転なんだけど、もう一試合やります。なんかなぁ、もうよくない、俺あんまり盛り上がらないんだけど、なんかこいつのために2回っていうのもな、もともとなんかもう見たくないって大半がなんか売名しようっていう体で来てるのに、なんかうーいとか言って、引き分けはマジおもんないわって、おめえが設定したからだろバーカ、マジでおめえが設定したからだろバーカ。設定しとけちゃんと、延長なんでてめえと2試合もやんねえといけねえんだよ、俺様が俺様が、なんでお前のために2試合やんねえといけねえんだよバーカ。もうちょっと有意義な30分になると思ったんだけどな、マッチングするまでにめちゃくちゃ時間かかって、これで引き分けになって、おめえね、向こうが設定したくせに引き分けで終わりかよみたいな。ボクくんさんとかね、まあヒカックさんももちろんそうだし、そのね、キャラでこう分かるかな、なんかさ感覚が違うというかさ、キャラでこう超えていい部分と超えちゃいけない部分ってあるじゃん。で、まあ、俺、いくらキャラで、まあ、こういうキャラ作ってても、ね、初対面というか、初絡みするさ、こう、僕くんとかさ、おもちゃさんとか、ヒカックさんにさ、あんな、こう、態度ではいかないよ。年上だとしても。なんかさ、こう、見てて、なんか、ムズムズしない？俺だけ？なんかこう、嫌なんだよね。ああいう絡み。なんかこうさ、生きってる感じ。
俺すごい嫌い、ああいう人種。うん、わかんないかな、わかる、なんかイライラすんだよな、聞いてて。うん、だ俺別にね、もう年下とかでもなんか年上だからとかそういう感覚で行きたくないんだよね。あのボクくんさんもそうだし、本当にね、なんかね、絡みのこう、なんていうのかな、履き違えてる。うん、絡みのこう、なんていうの、温度というか、うん、違うんだよな、なんかそういうとこなんだよな。メスの動画が終わります。